クレナイマルは1900年に竣工し、1911年に大阪商船が購入して運行した過客船。初代の瀬戸内海の女王とも言うべき存在で、大阪、神戸と別府温泉を結びつける大きなきっかけを作った過客船であった。1884年創立の大阪商船は当初、瀬戸内海沿岸部の小規模選手の集合体という艦があり、 地中の船舶も雑多であった。創立当初は、山陽鉄道も全通しておらず、九州へ向かうには船しか、交通手段がなかった。大阪商船は雑多な航路を整理しつつ、瀬戸内海沿岸の複数の港町を結んで、大阪と九州を往復する航路を開設し、1888年には、 そのうちの一つである大阪三角線が命令航路となって補助金が得られるようになった。全工程は二日強であったが、1901年まではまさに独断上であった。しかし、その明治34年に山陽鉄道が馬館まで全通すると、形勢はたちまち逆転する。山陽鉄道はあらゆる策を漏して航路に挑戦し、大阪から博多まで、 関門連絡線経由で20時間しか要しないとなれば勝負は明らかだった。大阪商船は方針を変え、航路を大阪と九州の港町の内鉄道が十分に整備されていなかった町を結ぶものに再編成し、特に別府に向かう航路に話は遡って1900年、上海の SC ファーンハム造船所で一隻の河川用客船が巡航した。なお、 美順といい、ドイツの海運会社である北、ドイツロイドが超高航路に投入するために建造された。竣工後、美順は予定通りに超高航路に就航していたが、1911年8月25日に上海で火災事故を起こして全損となってしまった。北、ドイツロイドは焼け落ちた美順を保険会社に委託して手放した。大阪商船が 基順を購入したのは1911年12月のことで、上海で仮修理を行った後日本に開港し、三菱神戸造船所で大修理を行った。修理が終わると、大阪商船は、紅丸と命名し、1912年5月28日から別府航路に就航させた。紅丸は就航の時点において、これまで、 瀬戸内海航路に使われていた船の中では最大を誇り当初から乗客の好評を得た。中でも船内設備は従来船と比べて格段に優れており、一等船室はベッド付け、二等船室も絨毯が敷かれて船室にいながら瀬戸内の風景が楽しめることが一つの売りとなった。三等船室も小棚を廃止して畳敷きを広間とした。 就航当初の紅丸の就航ダイヤは、旗手倉橋の船着き場を午前10時に出航し、神戸港には正午を過ぎに入港、午後1時に神戸を出港して、翌朝に高浜港に到着、午前8時に出港して午後1時頃に別府港に到着するというものであった。ところが、当時の神戸港には紅丸が横付けできる不当がなかったため、乗客は、 メリケンハトバから小型の蒸気船で沖に停泊する、クレナイマルに向かわなければならなかった。このように、別府までは2日も用したが、それでも従来と比べて1日の短縮となった。また、クレナイマルの就航は、観光やインフラストラクチャーの面で大きな影響を与えていた。一つは、これまで九州の保養地という立場だった別府が関西からの入島客という、 新たな観光客を呼び込んだことであり、今一つは大阪商船が手狭になった畑倉橋から天保山に新しいターミナルを建設しなければならなくなったことであった。1921年12月、大阪商船は別府航路向けにより大型で初めから専用船として建造された紫丸を投入し、これによって紅丸は 大阪徳島線に転じることとなった。さらに1924年には事実上村、1932年から始まった船舶改善助成施設では、先例が30年を超えていたナルトマルも一度は淘汰の対象となり、1935年の第二次船舶改善助成施設で大阪商船の新造貨物船、カンベラマルの解体見合い船として、 リストアップされていたが、最終的には対象から外れた。1941年12月8日の太平洋戦争海戦を経て、1942年には大阪商船や他の選手の瀬戸内海航路を統合経営する関西汽船が設立されるが、ナルト丸は大阪商船に残った。やがて、暮れない丸はフィリピン沿岸航路に供出され、 紅丸以降に建造された客船も陸海軍に徴用された。大阪港停泊中の6月26日には空襲で資金弾を受けて損傷を生じるも8月15日の終戦を置いたまま迎えることができた。しかし、それから1ヶ月経った9月18日に大阪港内で座礁沈没した。百四十六年七月八日付の 神戸新聞の記事では、大阪湾で沈没したままの船の一隻に入っており、記事掲載以降に引き上げ、解体された。中野島最西,西端にあり、中野島と川口を結ぶ、土佐堀川に架かる橋。1934年にひらがなに改められる。紅れない丸、同様、昭和9年にひらがなに改められる。ありがとうございます。